カレクサキンバシラスサブティリス納豆の納豆キナーゼの結晶構造。PDB4DWW 納豆キナーゼは納豆に含有される酵素タンパク質の一種である。繊維素溶解作用がある。隅広キらにより1980年に発見、命名された。以前の呼び方はサブチリシンナット。納豆キナーゼはカレクサキンの亜種であるバシラスサブティリス納豆が 体外に分泌する酵素である。大豆を発酵させる納豆の生産過程で、産生される。血栓の予防効果があることで知られ、経口摂取しても、血栓溶解能が維持されることが報告されている。納豆キナーゼという名称は、納豆菌に酵素を表す設備地汗をつけたもの。キナーゼではなく、サブチリシンファミリーのセリンプロテアーゼである。以前、サブチリシンナットと呼ばれていた。 ナットキナーゼは275のアミノ酸残器から構成されており、分子量は27,728または27,724とされる。ポリペプチド構造で SS 結合はない。構造的にはサブチリシン E に近く99.5%の相当性がある。サブチリシンと似ており、セリンプロテアーゼの活性がある。試験管内では、 繊維素を分解し、ラットを使った実験では、プラスミンの4倍の血栓溶解作用がある。枯れ草菌の亜種であるバシラスサブティリス納豆が産生するが、単なる枯れ草菌バシラスサブティリスでは、納豆キナーゼはない。一般的な納豆 1g あたり0.99、国際単位の納豆キナーゼは含まれ、納豆キナーゼが多いと表示されているもので1.78、国際単位となる。 タイの大豆発酵食品トゥアナウが生産された、納豆キナーゼの方が、宮城の納豆菌のものよりも活性が高かったという、報告がある。1990年間に、納豆キナーゼのカプセルを食べさせ、犬の血栓症を溶解することが、血管増栄によって観察されたことが報告された。住が実施した5人の被験者に納豆を与えた、研究では、納豆には、納豆キナーゼ以外にも、 血栓溶解作用を示すものが含まれる可能性がある。2007年新疾患を対象とした納豆キナーゼのサプリメントでは科学的根拠はないのでアスピリンを最初に選択すべきだとされている。2008年高血圧など73名へ納豆キナーゼのサプリメントを使ったランダム化比較試験では収縮期血圧と拡張期血圧を減少させた。 2009年納豆キナーゼは、プロテーナーゼ系やサブチリシンの一種カールスバーグと、共にアルツハイマーに関わる有害なアミロイドフィブリルの分解活性を有するという報告がある。この報告は、単に納豆キナーゼの試験管内でのアミロイドフィブリル分解能力を他のタンパク質分解酵素と比較したもの。2014年納豆キナーゼと同様に、血栓溶解作用があるジッキナーゼは、 急性心筋梗塞における冠動脈血栓の妖怪の効用で医薬品として承認されており、静脈内に投与される。納豆ナーゼはウロキナーゼの効果を増強する。納豆ナーゼは輸食の原因菌がバイオフィルムを形成するのを強く阻害した。2015年12人と規模は小さいものの二重冒検試験では、単回投与のサプリメントで数時間後には、 繊維素溶解と工業固作用を示し、まだこの時点でも人間での臨床試験の数は少ない。2016年79名に納豆キナーゼのサプリメントを投与したランダム化比較試験で拡張期血圧を減少させる結果が出た。2017年ランダム化比較試験では76名が参加し、一部が納豆キナーゼのサプリメントを服用。 首動脈プラークの大きさを減少させた。2019年調査では、すでに使用されている一般的な血栓用解剤は高額で、欠点もあるため、納豆機ナーゼのような安全な血栓用解剤が必要とされているとしている。国立循環器病研究センターでは、納豆菌が発酵過程でビタミン K を生成するため、ワーファリンなどの工業顧薬を処方されている。 循環器系患者の納豆摂取を厳禁としている。さらに、アスピリンを服用している場合は、脳内出血のリスクを増加させる可能性もある。無毒性量のオイル参考値、ラット、傾向、90日 1000mg、kg 体重、日。ありがとうございます。